国沢新兵国沢新兵から1953年11月26日は日本の鉄道官僚、実業家、政治家、工学博士、南満州鉄道理事長、衆議院議員、日本通運所大社長。兄は洋家の国沢新九郎、土佐藩士、国沢四郎江門高校の子として江戸に生まれる。青木園樹さんの聞き取りでは、 1879年に高知県から船で上京したという、美海人学校を経て帝国大学校科大学土木学科に進む、在学中より日本鉄道の黒磯駅白川駅建設に関与した。1889年帝国大学卒業後は鉄道技師として九州鉄道に入社し、長崎本線の佐賀駅付近の建設に従事した。 1893年11月、低新省鉄道局に移り、鶴ヶ出張所や福井出張所で、北陸本線の建設を担当。1899年6月から1902年まで、欧米に派遣され、帰国後は金沢出張所長の後、鉄道局設計課に勤務した。1906年、南満州鉄道株式会社創立と共に、初代、 後藤新平総裁の下で唯一の技術系理事となり、狂気から標準期への改め期などに従事。1908年、後藤が退任し、中村忠志が総裁になると副総裁となり、1913年、内務大臣の原隆氏を中心とする立憲政優会の干渉により中村総裁ともども退任。原隆氏に送り込まれた。 声優会系の野村龍太郎総裁、伊藤大八副総裁が創業以来の唯一の理事、井野塚慎太郎の激しい抵抗で退任に追い込まれると、陸軍出身の中村雄二郎総裁のもとで1914年7月、再び副総裁に任せられる。1917年7月から1919 19年4月まで、満鉄理事長を務めた。1920年5月、 第14回衆議院議員総選挙に、高知県第4区で、声優会から立候補して当選。1924年1月の声優会分裂、衆議院解散時には、声優会に残留したが、第15回衆議院議員総選挙には立候補せず、政界を退いた。1926年7月から1929年6月まで、帝国鉄道協会会長。 1928年、朝鮮系南鉄道会長。1937年10月初代の日本通運社長となり、1940年2月まで、勤める。また、母校の青山学院の理事や、多摩帝国美術学校の理事長を務めた。1953年11月26日、千葉県市川市の自宅で、脳一血により死去。温厚な人柄で、 満鉄時代にはお父さんと呼ばれ親しまれた。晩年の国沢に取材した青木縁樹さんによると国沢が鉄道に関心を持ったのは16歳で上京した際に毎日のように新橋停車場に出かけて列車を眺めていた時到着した機関車が向きを変えて出発していくのを疑問に思ったことが始まりだったという。1908年。 満鉄本線の標準機への改修が完了すると、それまで運行していた狂気の車両は不要となり、日本本土に送り返されることになった。関係者の車両への愛着は深く、周水市駅で前代未聞の車両の送別会が行われた。担当理事の国沢は、生類ともに下る、送別の字を述べた。ありがとうございます。